就業状況については、雇用者数はコロナの流行により150万人近くも減少し、7月にはやや増えましたが、その戻りは非常に弱いと言わざるを得ません。その結果、失業率は高止まりしており、7月の完全失業率は 2.9% となりました。コロナの流行前から低下傾向にあった有効求人倍率は7月には 1.08 となり、かなり1に近づいています。厚生労働省が発表する毎月勤労統計によると、7月の従業員5人以上の企業の残業代などを示す所定外給与は前年同期比 16.6% の減少となりました。5月のマイナス 26.3% と比べれば改善が見られますが、依然として厳しい状況が続いています。通常の給与も含めた現金給与総額は、所定外の落ち込みの影響を受けて 1.3% の減少となりました。個人消費の動向を総務省統計局が発表している家計調査によって見てみると、コロナ流行の第1波の4月から5月にかけて落ち込み、経済活動が再開した6月に一旦戻しましたが、7月に再び減速しました。高額で購入頻度が小さい住居や自動車などの購入を除いた消費支出も、ほぼ同様の動きとなりました。品目別に見ると、家具や家事関連の物品の購入が7月に減ったのは、6月の急拡大の反動だったと考えていいでしょう。ただ、衣類や靴の消費、教養や娯楽関連の消費は、6月に一旦戻したとはいえ、その戻りは十分ではなく、7月にはそこから減速してコロナ、流行前の7割程度にとどまっているのを見ると、個人の消費意欲は、7月の時点では未だにかなり弱い、と言えそうです。国土交通省が発表した7月の新設住宅着工戸数は前年比で 11.3% 減少の7万244戸でした。持ち家はコロナの流行で展示場が閉鎖になったり客足が鈍ったことが影響したようです。貸し家については金融庁がアパートローンの融資条件を厳格化していることから、このところ一貫して減少傾向にあります。消費者物価指数は6月、7月は前年とほぼ同じでしたが、8月はマイナス 0.4% となりました。宿泊費用を 35% 割引く GoTo トラベルキャンペーンにより宿泊料が大きく下落し、指数を 0.42 ポイント押し下げたので、もしこれがなければ8月も前年から横ばいとなったはずでした。なお10月以降、昨年の消費税率の引き上げの効果が剥落するので、指数はさらに 0.3 ポイント程度下落する見込みです。財務省の法人企業統計によると、金融・保険業を除く全産業の売上高は2020年4月から6月期に前期比 10.7% 減少しました。経常利益は同じく 29.7% の減少となり、企業業績はリーマンショック以来の悪化となりました。経済産業省が発表している鉱工業指数は、5月にかけて生産指数は 78.7 に、出荷指数は 76.8 にまで落ち込みました。ただ生産と出荷の減少がほぼ同程度だったので、在庫はほとんど増減せず、その結果、出荷に対する在庫の割合を示す在庫率は大きく上昇しました。その後、経済の再開に伴い、6月、7月と回復しつつあり、7月の生産指数は 87.2、出荷指数は 85.8 となりました。中でも自動車の回復が顕著で、全体を牽引しました。出荷の増加に伴い在庫率が下がってきていますが、7月は 125.7 で、
未だに出荷量に対して在庫が多すぎる状態となっています。内閣府が発表している機械受注統計によれば、機械受注は製造業向け、非製造業向け、外需、いずれも5月もしくは6月に底を打った兆しが見られ、7月には前月比で増加しています。民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除いた民需は、7月に前月比 6.3% 増加しました。サービス業の状況は、経済産業省が発表している第三次産業活動指数で見てみると、5月をボトムにして6月に急回復しましたが、7月は個人向けのサービスが前月比でマイナスとなったことが足を引っ張り、7月の指数は前月よりやや低い 93.7 となりました。特に小売業のマイナスが大きく、消費意欲が未だ弱いことがわかります。財務省発表の貿易統計によると、輸出はコロナ流行の第1波の4月から6月にかけて大きく減速し、前年8月に比べて8割程度にまで落ち込みました。その後、海外の経済活動の再開に伴い7月、8月と戻り基調にあり、8月は前年比で9割程度にまで回復しました。一方で輸入の回復は鈍く、その結果8月は3500億ドルの貿易黒字となりました。今後も輸出の回復が続き、輸入が低迷するのであれば、外需が国内需要の落ち込みを補って景気を下支えすることになるでしょう。輸出を相手別に見てみると、感染者数が爆発的に増えたアメリカ向けの輸出の落ち込みが特にひどかったことがわかります。しかし7月にはその反動で大きく戻します。アメリカではロックダウンの解除後、自動車がよく売れたようで、自動車輸出の増加が全体を押し上げたようです。中国向けの輸出は、中国ではコロナがほぼ収束したことから6月には前年と同じとなり、7月、8月は前年比でプラスとなりました。アメリカや EU などへの輸出は一時に比べれば回復したとはいえ、未だ前年より 20% ほど減ったままなので、中国向けの輸出増加で全体の輸出減少が抑えられたということができます。4から6月期の実質 GDP は8月に発表された一時速報から1ポイント下方に修正され、前期比マイナス 7.9% となりました。年率換算では一時速報のマイナス 27.8% からマイナス 28.1% へと下方修正されました。内閣府が各種経済指標をもとにして作成する景気動向指数によれば、数ヶ月先の景気の状況を示す先行指数は4月に 78.6 にまで落ち込み、5月は横ばいで、6月、7月と改善してきました。景気の現状を示す一致指数は5月に深い谷を刻み、その後上昇し、7月には 76.2 まで回復しました。内閣府による景気の基調判断は12ヶ月連続で悪化となっていますが、8月も指数が改善すれば、基調判断の変更がなされる可能性があります。内閣府による景気に関するアンケート、景気ウォッチャー調査によれば、景気の現状判断は、家計関連、企業関連、雇用関連、いずれも5月以降4ヶ月連続で上昇し、コロナ流行前の水準に戻っています。ただし、未だ好不況の分かれ目の50は下回っています。